これはまあメロリハですね。ブルーです。これ今日来たばっかりです。これと一緒に他にね、小桜とかですね、一緒に来ましたけどね、今少なくてですね、ひながちょうどまあ裸駅になるとか言ってましたよ。それでどの種類もあまり多くはないようです。セキセイサイも今なんかもう少ないですもんね。これ去年からそうです。去年の夏過ぎから全てのインコが少なくなって、セキセイもなかなかない時がありましたよね。年末ぐらいまで不足してましたよ。今またね、セキセイが少なくなりました。どこの問屋さんもね、もういっぺんに何羽も出せないという状況になってるようですよ。3羽頼んでも1羽しか送られないというようなこともたびたびありますからね。マメちゃん、先週来る予定だったのが遅れて、先週1羽かなんか来たんですよ。もうその日にいなくなりましたけどね、ブルーが。その時も減らされましてね、土曜日にもう1羽来ることになっております。サシエサはよく食ってくれます。今さっき食べたばっかりです。みんなと一緒に、オカメちゃんと一緒にね、ちょっとだけ入れてやったんですよ。あの箱を作るまで仲良くやってましたね。オカメちゃんとマメちゃんと小桜が、今は小桜と一緒にね入れてます。寄り添ってます。でもちょっとね、朝方寒くなったからまたちょっとカエルがいるかなと思ってます。